財務省は増税ばかりに一生懸命ですが、
真の金融の専門家であるならば、アメとムチを使って挑戦しなくちゃいけないんですよ。なのに財務省は何ですか。増税ばっかり、ムチばっかり振るってんじゃないですか。実質税負担率 48% の超人税国家、こんな重負担の国で若い人は結婚なんか考えられませんよ。希望持てないですよ。子供を産もうって思えないですよ。私が20代だった実質税負担率 36% に戻してください。そのぐらいでしたらば私も結婚できたんですから、今の若い人に夢と希望を持ってもらうために実質税負担率 48% の重税をなんとかしなくてはいけません。それが若い人を守るおっさんたちの責任であります。若い方はまだまだ親に守られている頭ですから、あまりこういうことに興味がないかもしれませんけれども、子供ができて守もできそうとなると今度は守る側ですから、税金を減らしてほしいんですよ。 48% は重すぎます。財務官僚の皆様は一生懸命増税しているようですが、あなたもこれは番号もこの重税に苦しいんですよ。分かってますか。それが分からない、同胞どもは財務省に急って増税を頑張っている日本の不幸、減税って言葉も知らないんですか。私は被災者ですけれども、そろそろ復興税でやめろ、あと森林保護税なんていうのを画策しているようですけれども、どん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 新しい税金を作るのをやめろ。お前らのこれらのまま重税に苦しむぞ。増税ばっかしてんな、やめろ。消費税率を下げて景気を良くすること考えろ。それからここに1人当たりの借金と嘘をつくろ、やめろ。こんな感じ。 Oh my God.